ロイ・マカーイは、オランダヘルダーラント・シュービュ編出身の元サッカー選手、ゲンフェーノールというマイナス15監督兼、トップチームの FW コーチ。1993年に、オランダのクラブチームフィテッセでキャリアをスタート。才能の高さを変われて1996年に、オランダ代表に選出され、10月5日のウェールズ戦でデビューを飾る。百九十七年に、 リーガエスパニョーラ CD、テネリフェへ移籍し活躍し、1999年には、デポルティー・ボラ・コルーニャへ移籍し、優勝に貢献した。2002から2003シーズンには、リーグ得点王となる29得点を挙げ、同年シーズンのヨーロッパゴールデン州を受賞した。しかし、UEFA 欧州選手権2戦では、故障に見舞われ活躍できず、以降も代表では伸び悩んだ。 2003から2004シーズンから4シーズン、バイエルンミューン県でプレーし、2回のリーグ優勝に貢献した。2007年3月7日の UEFA チャンピオンズリーグ2006から07の決勝トーナメントレアルマドリード戦では大会史上最速ゴールとなる開始10.2秒でのゴールも記録している。2007年6月、 ルカトーニとミロスラフクローゼがバイエルンに移籍してきたことからフェーノールトへ3年契約で移籍した。オランダ代表にはマルコ・ハンバステン監督が就任して以来呼ばれることが少なくなり、ユーロには出場したことがあるが、フィファワールドカップには一度も出場することがなかった。しかし2008年、北京オリンピックにオーバーエイジ枠で出場した。2009年4月26日、 アドデンハーグ戦に出場し、プロリーグ戦、通算500試合出場を達成した。8月30日、FC2 エンテ戦で、ロスタイムに PK を決め、各国リーグ戦、通算250得点を達成した。1994から95シーズンに、フィテッセで11得点して以来、 CD テネリフェで7得点に終わった1997から98シーズン以外の14シーズンは全て2桁得点を記録している。2010年5月2日引退試合となった SC ヘイレンフェーン戦でハットトリックを記録した。2015年4月13日2015から16シーズンからフェノールとのアシスタントコーチに就任することが発表された。 ありがとうございます。